今日6月2日っすね。はい。まあ一応押し入れの床補強とかいろいろあるんだけど、じゃあここやっていこうかな。去年、一昨年の地震かな、去年の地震、長野のスキー場に行ってる間の地震で、まあここの窓ガラスがバリンと割れたまま、そのままだったんで、まあここにもまだひびあるから、で、まあこれは朽ちるまで頑張らすつもりなんで、やっていきます。で、はい、方法としてはまあプラダンでいいやと思うんですよ。養生プラダンを2枚重ねてここの隙間にスポーンって入れればいいと思うんですよ。サイズが違ったらこう1枚ずつずらして、水が入ってこないように表と裏から、クリアボンドで縁を埋めりゃそれで OK っていう感じです。なんでかっていうと、なんか検索をして、台風かな、台風の風で、割れちゃう、窓が割れちゃう地域はなんか養生プラダンをなんかテープで貼り付けて補強するらしいんだよね、その期間だけ。なので、まあ、その期間だけ、なので、まあでもね、プラダンをまあそれだけでも全然意味はあると思うし、プラダンを釘で打ち付けただけでも意外とあの雪とかにもやられてないんで、まあ全然いけると思うから、まあちょっとこれやっていきましょうか。はい、今回の動画はですね、とうとう地震で割れた窓ですね、それを やってます。で、ちょっと今まだあのしゃっくり止まんないまま喋ってるんで、ちょっとおかしいですね。まあしゃっくりが止まんないまんま、ちょっと急ぎで動画撮らなくちゃいけないんで、まあ勘弁してください。で、まあここが一番ひどくて、実はあの間柱がちょっと腐ってるんですよね。下の。で、この間柱がちょっと腐りかけてはいるけれども、まだ持ってるんで、まだまだまあ、窓が落ちてからまあ、直せばいいかなぐらいで、まだ持つうちはちょっとこれ頑張らします。で、最大の誤算は、これ、戸車のない、あの、窓なんですよね。だから、これがかなりきついですね。はい、で、まあ、まずこれ当てはめたんだけれども、まあ、さすがに養生プラダンだと、当て、プラプラするわけですよ。まあ、さっきも話したその台風の時のガラスの補強として、ガラスにプラダンを貼り付けるだけであり、プラダンであのそれらを全て分からないわけじゃないんで、プラダンをガラスに貼り付けないでプラダンがプラプラしちゃうんで、まあこれを、まあ、あともう1枚ここに貼り付けるとして、あとこの横、この横にですね、ちゃんと防腐剤を塗った、まあ、こういう端材だったらいっぱいあるんで、この端材で、補強をしていきたいと思います。まあ、大体その補強をして、補強の上からもうめんどくさいから、段ボールで、段ボールじゃない、ボンドで、この余ったポリカですね、内側のこのやつをもう段ボールで永久に貼ってしまいます。もうそれでいいと思います。なんでかというと、ここが一番割れやすくて危ないから、もうそうしちゃいます。うん、まあ、そんな感じでやりますので、まあこれ木を切ったり、まああれ塗っていきますね、防腐剤を。まあやってみましょうか。はい、で、これ養生プラダンを切ってますね。で、養生プラダンをなんで窓に貼るのっていう話なんですけど、あの台風の被害が多いところは、養生プラダンを窓ガラスにガムテープかなんかで貼って、まあ、割れるのを防いでるっていうのをちょっとネットで見ましたね。はい、まあ、あとはこっち側を外からやればいい。いや、でもなかなかね、ここがすごいさ、隙間空いてるよね。上の2色の、なんだろう、上のやつが足したやつで、下のやつがもともとのレールなんだけど、すげえ落ちてるよね。すごいね。まあ、あとは取っ手が欲しいかな。まあ、あんまりガチャガチャやられると、落ちる可能性もあるからな。まあ、レールも外れそうだからな。まあ、あんな感じで、じゃあ外回って、こっち側の上の方つけていきましょうか。
はい、で、まあ、また窓を外から回り込んで、まあ、一応サイズの調整とかいろいろやってますね。で、これはもうコーキングじゃなくて、コーキングボンドですね。コーキングボンドで、窓ガラスをもう直接貼り付けてます。で、この日はちょっと夕立が来てたんですよね。だからかなりこっちの窓っていうのは風が当たるんで、風が当たるっていうことは風も雨も雹も打ちつけてくるから、早く養生したかったんですよ。だから結構これは急いでやってましたね。まあ、ここら辺行くとコーキングボンドっていうのはなかなか活躍しましたね。で、近所のホームセンターでもあれ半額で全部売ってたんで、半額で売ってたやつは全部買い占めてきましたね。やっぱコーキングボンドいいですね。水に濡れててもそんなに圧着力が落ちないっていうのは、これまた魅力ですね。はい、今中途半端で雨降ってきちゃったんで、今中入ってきてますね。したらまあこんな感じで、まあ、逆光だけど、まあいいブラインドにはなると思うんで。まあ、あとは隅をちゃんと、ね、こっちは、段ボールオンリーなの で、まあ、内側にもう1枚内側かな、内側でいいか、内側と外、うん、内側でいいわ、内側にエナメルだってクリアパネルみたいなのもう1枚貼ろうかな。でもあれ2極で高いんだよね、ちっちゃいのに。まあ、どうしようかなみたいな感じで、ふわーっと、はい、まあ、窓はこれで、まあ、一段落したから、まあ、いいかって感じですね。で、あとはこの内側にもう一個内窓を作ればいいと思うんで、まあ、これはもうすでにレールがあるんで、このレールの寸法で、作ればいいと思うんで、かなり楽ですね。はい、というわけで、じゃあ次は、やるか。行くかな、ベッドに。はい、今ここら辺だと結構物探し行ったり物を切ったり、まあ忙しいですね。こういう細かい作業になってくるっていうことは終わりが近づいてきてるのかなとは思うんですけど、やっぱりこういう細かい作業での誤差が出るっていうのはちょっとまずいですね。まあとにかく窓が肝で、まあ、シャッフル止まんねえな。で、窓が肝だし、本当に隙間風で、特に夏場だったら吹き込んでくる雨ですね。で、この雨っていうのは窓、この家の窓の枠は鉄のサッシじゃ、窓サッシじゃなくて木枠なんで、やっぱり窓枠がアリに食われる理由になってくるので、まあこれをどうにかしたいですね。で、今であればクレオパワーをもう全部塗ったくりまくってるんで、そうそう水に濡れてもへこたれないようにはなってますね。で、まあこの時はですね、中からポリカをかなりぶった切ってたんですけど、中からポリカはカッターではまあ切れるんですけど、プラスチック用の金のこぎりですか、なんて言うんだろう、のこぎりの刃がすごい粗くないやつですね、きめ細かくてジョリジョリ切れるやつ、それで切るのをおすすめしますね。まあ一応ブラック&デッカーの丸のこモードで切ったんですけど、そうするとやっぱりね、赤からポリカの切り口がどうしても粗いんですよね。だからそれ荒くなっちゃうから、ちょっとあんまりおすすめしないですね。まあ木材をかなり切ってますね、これ。で、あとは作業スペースがもうそこですね。なんか工事っていうかなんかその部屋だけでやりたいところがあるんですけど、その部屋だけの作業スペースがちょっと足りないので、まあそれがちょっとなっていう感じですね。
なんかとにかく作業スペースに困りながらやってる感じですね。でまあほぼ大半はもうアルミシートです、100均ので。100均のアルミシートってもう意外と断熱効果高いんで、ね、特にあのこういう天井断熱、屋根裏できない、外壁もできない、床もでもう限界がある、まあ、気密性の低い家に関しては、まあ、めちゃくちゃおすすめですね。で、まあ、こういう、ここまで気密性が低いところは、もう天井裏とか壁断熱とか、そういうことはもう全部細かいことは考えなくていいんで、とにかく室内の断熱さえできれば OK っていうのに、今回は気づきましたね。で、あとはまあ、築古あるあるで、この外窓なんだけれども、実はあの内窓ですね。これ、簡単にパリンって割れるタイプのやつなんで、これはもう本当危ないんで、まあ、とにかく、まあ、サッシを買ってる金の余裕もないんで、まあ、こんな感じでや、あの、割れて諦めがつくまで頑張らすみたいな感じでやってますね。はい、なんか YouTube が音楽が入っちゃったんで、はい。まあ、一応これ枠をね、やります。コンパネ1枚だとなんかね、怪しい。まあ、これコンパネも廃材だからコンパネ自体も怪しいので、まあ、ちょっと、足割りをどうしようかな。これでやってみます。はい、まあ、一応窓枠だったんですけど、まあ、それなりに切りがいいところまで進んだので、最後の方はあの押し入れですね。あの石膏ボードを打つのに、まあ、ちょうどのいいあれですね。あのちょっとあの柱を打たなくちゃいけなかったんで、まあいろいろ進んだ回でした。あ、しゃっくり止まんないね。まあまあいいな。バイバイ。